フェッセンアイムは、フランス、グランテスト地域圏、オーラン圏のコミューン。ミュルーズの北西2 3トル地点にある。フェッセンアイムには、プール、スポーツ複合施設、多目的ホール、図書館がある。その他に、スーパーマーケット、薬局、診療所、ホテル、レストラン、自動車学校、郵便局がある。フェッセンアイム原発乱和紙、 フランス国内で稼働中の原子力発電所の中で、最も古く、アルザス唯一の原子力発電所である、フェッセンアイム原子力発電所が、コミューン内にある。その存在は、フランス、ドイツの環境保護活動家、スイスの国境付近住民たちの間で物議を、醸している。国内で珍しく、フェッセンアイムはコミューン内に2カ所の発電所を持つ。 原子力発電所と毎秒1350立方メートルの平均水量を持つグランカナルダルザス運河水力発電所である。2006年5月20日、当時の大統領ジャック・シラクはフェッセンアイムとドイツのハルトハイムの間を流れるライン、川上に道路と歩道を備えた橋を完成させた。長さ210メートル、幅7メートルのこの橋は、 仏読協力関係の成果の象徴となっている。参照元イコール陰性また JL 県のコミューン、ミランドとも友好関係を維持している。これは第二次世界大戦直前、フェッセンアイム住民を避難先となったミランドが受け入れたためである。ありがとうございます。